上海協力機構。上海協力機構。上海協力機構は、中華人民共和国、ロシアカザフスタン、キルギスタジキスタン、ウズベキスタン、インド、パキスタンの8カ国による多国間協力組織、もしくは国家連合。面積と人口では、世界最大の地域協力組織である。2001年6月15日、中国の上海にて設立されたために、上海の名を冠するが、 本部、事務局は、北京である。1996年4月に初めて集った、上海5、中華人民共和国、ロシアカザフスタンキルギスタジキスタンの5カ国首脳会議を前進とする協力機構で、加盟国が抱える国際テロや民族分離運動、宗教過激主義問題への共同対処の外、経済や文化等幅広い分野での協力強化を、図る。 2000年の会議にウズベキスタンがオブザーバーとして参加し、翌年に6カ国によって発展発足した。2001年10月にアジア太平洋経済協力首脳閣僚会議が上海で開催されたが、これに先立ち上海の存在を国際的にアピールする結果となった。中華人民共和国政府にとってはソ連一国と長大な国境線を持っていたものの、 ソ連崩壊により多くの国と国境を接することになった。これらの分離独立した新興国の内情は独立国家共同体の影響力不足もあって非常に不安定であり国家統制の及ばない武装勢力から中央アジアとの国境を共同で管理したい中国の思惑があったとみられ国防上の要求もあり発足させた軍事同盟的な側面も持つ。 またこれらの国に一定の影響力を持つことで、ロシアと対等な立場を保って、長期的な安全保障を確立したいものとみられる。また、エネルギー問題に関しても、消費国である中華人民共和国としては、石油、天然ガス産出国であるロシアや中央アジアの関係を強化したいもの考えられる。2002年6月7日、対テロ戦争が始まった世界情勢を受け、 サンクトペテルブルクにおいて SCO 地域対テロ機構の創設に関する協定が署名された SCO 地域対テロ機構執行委員会の初期局を上海に本部を当時米軍基地が開設されていたキルギスの首都ビッシュケクに設置したまた同時に同年初頭のアメリカ合衆国のブッシュ大統領の悪の数字化発言に始まる対テロ戦争の イラク戦争などへの拡大の動きを牽制した。対テロ戦争で中路と協調しようとしたブッシュ政権は SCO にオブザーバー加盟を申請したが2005年に s c o はこれを却下している。SCOO は名目の上では特定の国を対象とした軍事同盟ではないと述べているが発足から経過するにつれて次第に単なる国境警備の組織としての枠組みを 超えつつあると危惧する声は多い。2007年には、上海協力機構に加盟している6カ国による初の合同軍事演習、平和への使命2007、中国語、和平使命、ロシア語、英語、ピースミッションを行った。同軍事演習は、中国陸軍1600名、ロシア陸軍2000名を中核に、各国の陸軍部隊が一堂に会する大規模なもので、 中路以外には、カザフスタン・キルギスタジキスタンが特殊部隊や空挺部隊を派遣した、ウズベキスタンが軍交換からなる商工団を派遣した。その後も2009年、2010年、2012年、2013年、2014年、2016年と、1から2年に1回のペースで、平和への使命合同軍事演習が行われ、高齢化している。 2018年8月には上海協力機構に加盟している中国、ロシアインドパキスタン、中央アジア諸国による初の合同軍事演習、平和への使命2018を行った。歴史的にインパ戦争で争ってきたインドとパキスタンにとって独立以来初の国連平和維持活動以外での軍事協力となった。当初から加盟国間の共同軍事演習も 複数回行われ、2005年8月には初の中路共同軍事演習を大規模に行い、並行してオブザーバーであったインドとのロイン軍事演習も開催され、成功した2つの軍事演習に自信を深めたロシアは、SCOO の軍事協力に積極的な行動を見せた。中路はこれを皮切りに、東シナ海、日本海、地中海、オホーツク海、南シナ海、 バルト海など海洋でも合同軍事演習を行うようになった。2018年9月に中国とオブザーバーのモンゴルが初参加したロシア史上最大の軍事演習はソビエト連邦最大の軍事演習であを超える規模であり、その際にロシアのセルゲイ・ショイグ国防相がモンゴルと中国を同盟国と呼んで注目され、視察に訪れたロシアのウラジミールプーチン大統領も 我々は必要でれば同盟国を支援すると演説して中国軍兵士4名とモンゴル軍兵士2名に交渉のメダルを与えた。SCOO の正規加盟国の領域は発足当初は中国以外はロシアや中央アジアといったユーラシア経済共同体の国々のみだったがインドパキスタンの正規加盟に伴ってユーラシア大陸の8割に達し、 加盟国の総人口は30億人を超える規模で、世界人口の半分近くを占める。中華人民共和国、ロシアインドといったユーラシア大陸における潜在的超大国を抱え、モンゴル、アフガニスタン、イラン、トルクメニスタン、トルコ、東南アジア諸国連合も様々な形で参加するなど、北アジア、西アジア、中央アジア、南アジア、 東アジアに勢力を広げて、一大連合体に発展する、可能性を持つ SCO は、いずれな党に対抗し得る、対欧米同盟として成長することを、アフリカやラテンアメリカの発展途上国、G77 プラス国から期待されている。SCO は、アメリカのオブザーバー加盟申請を拒否したほか、アフガニスタンのカルザイ政権が半ば、アメリカの区別であることを理由に加盟申請を、 拒否したり、加盟国ウズベキスタンからの中流米軍撤退を要求するなど、米国との対立路線を形成しつつある。過去のサミット、2007年のビシケクサミットを含むでは、たびたび間接的にワシントンへの反感が示されている。2004年に国際連合から国連総会のオブザーバーの地位が付与された。2005年、アセアニ SCO 間 CIS SCO 間で協力に向けた合意を締結した。2006年、ユーラシア経済共同体と協力協定を締結した。2007年、アセアン理事会は協力関係をさらに拡大するために、両者の関係を事務局レベルから政府交換の直接対話に格上げすることを決定した。同年には、SCO は集団安全保障条約機構。 クストと共同活動に向けた合意を締結した。2008年の上海万博ではパビリオンを出展した。2009年のサミットでは、イランのマフムード・アフマディ・ネジャード大統領が、SCO 議会でアメリカを批判、対米同盟としての SCO に強い期待を寄せる演説を行った。2014年に、アジア相互協力信頼情勢措置会議。 シーカの上海での首脳会議で議長国中国の習近平国家主席はアジアの安全はアジアの国家と人民が築くべきとアメリカを牽制する演説を行いシーカと SCO 間で協力に向けた合意が結ばれた2015年にはウファのサミットでをユーラシア経済連合 a エ u エと合同で開きインドパキスタンの正規加盟を決定した同年12月 ロシアのプーチン大統領は SCO と ASEAN と AI を統合す経済協力機構を提案した。2016年6月17日にロシアのプーチン大統領は中国、インドパキスタン、イランなどの SCO 構成国とユーラシア経済連合を軸に築く大ユーラシアパートナーシップと第一段階として中国との公共議を目指す計画を発表し25日の プーチン大統領の訪中から、同構想が中路共同声明に盛り込まれて、共同研究の準備と、経済連携協定の交渉協議が開始され、2017年5月14日に、北京でのの開幕式で、プーチン大統領は、一帯一路、SCO、エアエウなどは、同構想の基礎となると演説し、同年7月には、同構想の共同研究が開始され、同年10月に、 経済連携協定の交渉は完了し、同年11月に APEC に向けて、プーチン大統領が発表した論文でも、大ユーラシアパートナーシップは中国の一帯一路を基礎にすることが述べられた。翌2018年5月17日に、英雄は中国との経済連携協定とイランとの暫定自由貿易協定を同時に結んだ。2017年6月のアスタナのサミットで、 インドとパキスタンは手続きを完了して、正式に加盟国となり、一帯一路への支持などを掲げるアスタナ宣言が採択された。また、同時期のアスタナ万博にはパビリオンを出展した。2018年6月のチンタオのサミットでは、米国のドナルド・トランプ大統領による保護貿易主義などの政策で、意見対立が起きていた、同時期の G7 の対抗軸としてアピールし、 アフガニスタン紛争やシリア内戦の問題のほか、北朝鮮核問題やイラン核問題などに共同で取り組む姿勢で一致した。訪中したプーチン大統領は中国最高位勲章を贈られ、前年7月の非急ソ連圏の外洋人発のロシア最高位勲章の収支席の授与への返礼。2014年にロシアによるクリミアセバストポリの編入でロシアを除外した G7 を 人口や購買力などで上回る上海協力機構の枠組みを重視する意向を述べた。また、オブザーバーのモンゴル、イラン、ベラルーシ、アフガニスタンの大統領も出席した。2018年12月、アフリカ連合、AU と対テロ協力の合意を締結した。上海協力機構は加盟国の国家元首から構成される元首評議会を最高意思決定機関とする。 原子協議会は毎年加盟国の首都の一つで開催する規定となっている SCO サミットで招集され、気候方針の最終決定を行う。その次の意思決定を行う政府首脳協議会も同様に年1回のサミットで招集されて、加盟国政府間での連絡協議、気候の予算承認等を行っている。政府首脳協議会の直轄組織である外務大臣会議は、 原主評議会及び首脳評議会の意向を通じて他の国際組織への交渉、国際情勢に対する対処などを決定する。SCO サミット時以外の平常時における気候運営については、株機関により行われる。国家調整協議会は組織内の調整機関として機能し、各組織との連絡協議を担当する。気候事務局は、 事務局長を頂点とした執務組織であり、現種評議会及び首脳評議会、外務大臣会議の決定事項の具体的実行を担当する。気候運営上、最も重要な機関であるとみなされる、気候事務局は中国の北京に設置され、現在の事務局長はキルギス大統領顧問、村戸部区イマナリエフ、国家調整協議会及び気候事務局の指揮下に置かれている。 地域対テロ機構は、加盟6カ国の国軍による、対テロ任務の執行、及び執行に必要と判断される、軍事協力、情報提供、軍事演習、共同作戦を行う。地域対テロ機構の作戦目標は、テロリズム、過激派、分離主義の3つの外悪を、加盟国間から排除することにある、とれている。2013年現在、 原始協議会の評議員は以下の6名からなる。2013年現在、政府首脳協議会の評議員は以下の6名からなる。s c o は加盟国による中央アジア、ユーラシア一帯の安全保障の確立を主な議題としている。しばしばそれは、テロ、宗教問題、分離主義についての意見交換へと発展している。 s c o は加盟国による軍参謀総長会議や国防省会議も行っている。ウズベキスタンのシケントで2004年6月16日から17日にかけて開催された SCO サミットでは地域対テロ機構が正式に設立された。2006年4月21日 s c o はテロリズム対策の一環として国境地帯での麻薬密輸の摘発を行うことを 決議した。2007年8月にビシュケクで行われた首脳会談でテロ組織や分離独立運動など加盟国に脅威を与える勢力に協力して対抗する長期前輪友好協力条約など8条約に調印した。2015年10月に初のサイバーテロ対策合同演習を行った。2017年12月には 上海協力機構に加盟している8カ国による初のサイバーテロ対策共同訓練を行った。加盟国による実業会委員会や銀行連合体などが設置されている。加盟国による軍学祭や芸術祭などを行っている。SCOA の加盟の希望については上述の理由から年々増加の一途をたどり、2004年のモンゴルに始まり、 2005年にインドパキスタンイランがオブザーバー出席の地位を得た。特にインパ両国の加盟申請は中インパ三国間の対立の解消が期待されたが2006年6月の会合では4カ国の正式加盟は見送られオブザーバーに止まった。理由については正式加盟に対する明確な規定がなく法的手続きに時間を要するためとされているほか 加盟国の急速な増大が、気候運営に支障をきたすことと、中ロと周辺4カ国の利害調整という本来の意味合いから、ユーラシア大陸全土を包括する国家連合へと大きく変化を遂げることに、迷いはあるためだと指摘された。現在のところは、正規加盟やオブザーバーになるのに必要な資格となる、対話パートナーなどの段階的な参加制度を設けることで、 加盟要請に対処している。2008年には客員参加枠が新たに設立され、加盟申請で止められていたアフガニスタンが ASEAN アアや CIS など統合を検討している国家連合の代表らと共に会議参加を許可された。2012年にはアルメニア、アゼルバイジャン、バングラデシュ、ベラルーシ、ネパール、スリランカが加盟を申請し、このうちアルメニア、アゼルバイジャン、 スリランカ、ネパールは2015年に対話パートナーとなり、ベラルーシは対話パートナーからオブザーバーに昇格した。2014年には加盟国の拡大に向けた合意文書を採択し、2015年にインド・パキスタンの正規加盟が決まった。2013年と2015年にはトルコから正規加盟が要請され、2015年と2016年にはシリア・エジプト・イスラエルといった中東諸国からも、 参加るが出され、2017年にはペルシア湾岸諸国のカタールとバーレーンの参加申請も発表された。将来的な正規加盟国の増加は十分に考えられる想定であり、オブザーバー国の多くも正規加盟を希望している。2002年6月7日に決定された SCO 検証第14条に基づいて2008年に拡大する新規加盟。 オブザーバー申請国を受け入れる枠として設けられた。SCO 加盟国、オブザーバーと同じ目標と信念を共有するパートナーであり、対話を通じて協力体制を確立することを望む国と定義されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。